して、行かれたんだなというふうに実感してます。で、これで50回ですけども、これから100回、200回、4年5年とですね、ぜひ続けていただいて、もう京都ではですね、音楽番組といえばもうユーズタイムと、言われて、京都のアーティストでユーズタイムに出てないアーティストはもう僕りだと言われるぐらいですね、続けていただけたらいいなと思います。ぜひこれからも頑張ってください。ありがとうございました。